皆さん、こんにちは、こんばんは、爽快キクです。今日もね、ゆっくりまったりと始めていきましょう。本日はね、お水をいただいております。さて、今回はねあの、新生プレイステーションプラスのね、紹介をしていきたいと思います。皆さん、PS プラス入られました。もちろん入っている方、入会している方が多いと思うんですけど、おいらはね、たまたま、えっ、ー、とね、新生プレイステーションプラスはね、6月の、先週ですかね、6月の何日でしたっけ まあ、指導したわけですけど、ちょうどその直前にね、PS プラスの会員が切れて、まあ、今回新たに、あの、1年間入会しました。プレミアムね、入会しました。それとね、あの、現在ね、あの、PC 版の、えー、XBOX ゲームパスですか、そちらの方にも入会してるんで、まあ、その中のね、あの、プレイできるゲームっていうのをね、比較していきたいなと思ってます。はい。まずね、PlayStation プラスから紹介していきたいなと思います。 はい。現在ね、プレイステーション5、プレイステー5ですね。PS5 か。あのね、品切れ中だと思うんですけど、あの、Xbox シリーズ S の方がね、最近在庫がね、たくさんあるようでね、アマゾンでも、ね、あの楽天市場でも販売されてますよね。はい。まあ、そちらでね、新たなゲームを始めて、Xbox ゲームパスっていうすごいね、優秀なサブスクリプションサービスがあるので、そちらに入会してもね、最新のゲームが 楽しめますんで、まあ、おすすめなんですけど、お、ま、い、あ、ら XBOX は持ってないんですよ。昔ね、360は持っていてね、まあ、故障しやすいって言われてましたけど、おいらの360は故障せずにね、今でもおそらく遊べると思いますね。はい。ね XBOX シリーズ S はどうなんですかね、故障の具合はね。まあ、それで最近やっぱりソニーもね、うん、まあ、ちょっと、まあ、アメリカ寄りかなというところがあって、日本軽視っていうのが見られるんで、 ねえ、ちょっと PS5 が、あの、品切れ中なんで、Xbox に暗えするっていう方もね、ひょっとしたらおられるかもしれませんね。うん、ねえ、ロボなす、最近のソニーは。ねえ。さて、ちょっと紹介していきましょうか。えー、ゲームカタログですね。はい。プレミアムだと、あの、そうそうそう、標準のサービスがエッセンシャルでしたっけ。はい、それでね、その上のサービスが、 エクストラですよね。それで最上位のサービスがプレミアムということになってると思うんですけど、まあ価格はね、まあちょっと、俺らもう入会してるんで出ませんかね。ね。まあそれでゲームのね、紹介をしていきたいと思うんですけど、プレミアムでは、あの、レトロゲームをプレイできると PS1 と PS2 と PS3、PSP のゲームがプレイできるということですね。エクストラだと PS4 の、PS4 と PS5 のタイトルが遊べると。うん。 エッセンシャルっていうのは今までと同様で、オンラインプレイと、あのー、ね、PS プラスでね、プレゼントされる、プレゼントというかフリープレイが毎月3本ぐらいね、あの、フリープレイできる、自由にプレイできる、楽しめることができるっていうシステムですね。はい。はい。ごめんなさいね、あんまりそんな詳しくはないんで、ね、<laughs> 俺ら競馬ゲーム実況者なんで、ね、そんなゲームに、それほど詳しいわけではないので、はい。ね、ご容赦いただきたいなと。 俺、まあ、らのね、視聴者の方にはね、ちょっとゲームに関してはそれほど詳しくない方もいると思うんで、まあ、そこら辺りをね、ちょっと説明しようかなと。まあ、それでプレミアムでプレイできるゲームから紹介しましょうか。ね、うん。ゲームカタログ。えーと、こちらはね、PS4、PS5 のタイトルですね。こちら、おそらくプ,あのプレミアムだけではなく、エクストラでもね、プレイできると思います。はい。こんな感じになってます。スパイダーマン。 アサシン・クリード、バルハラ、デモンズ・ソウル、まあ、このあたりね、有名タイトルがね、遊べるんですね、ゴース・オブ・ツシマもね、遊べるんですよね、これ、今、プレイ中なんですけど、まあ、すごいですね、はい、ちょっとあの日本の方にこのゲーム作ってほしかったよね、このこのゲームを海外の方が作ったっていうのは、ちょっと信じられませんね、うん、名越ね、元取締役が、ね、ちょっと、ねえ、<laughs> 嫉妬というか、これは日本のゲ,ゲーム会社が作るべきだったと言ってましたけど、その気持ちが分かりますね。はい、でファンとしても悲しいですよね。で、ね、デストランディング、リターナルあたりがね、PS5 専用タイトル、数少ない PS5 専用タイトルなんですけど、こちらもね、プレイできると、かなり難しいらしいですね。まだやったことありませんね。はいまあ、それで、Horizon、Zero Dawn、ね、g この辺りがあるんですよね。FF15、ね、もありますね。うん、Days Go On.Fallout 4。この辺りはね、もう皆さん、ゲーマーならね、もう一度はプレイしているゲームだと思うんでね、まあ、価値を感じない人もいると思うんですけど、まあ、これからゲームを始める方、これからゲームを始める方って PS4 とか PS5 って結構難易度が高いので、ねもう今や PS はね、大人向けという印象ですからね、昔はそんなことなかったんですけど、ね。 まあ、おねおいらにおいっ子がいるんですけど、今大学2回生なんですけどね、やっぱりプレスって難しいと言っているので、ねえ、うん。まあ、それでマフィア3とかもありますよね。マフィア1、2もありましたけど、あれはプレミアムでしかプレイできないんですかね。あの、マフィアの1のリメイクがすごいグラフィック綺麗なんで、ちょっとダウンロードしてるんですけど、まだプレイしてませんね。まあ、ファイナルファンタジー1 0ンツ2もありますね。はい。うん。 まあみんなのゴルフもね、インストールしました。これね、あの、12ですね。ファイナルファンタジー。もちろん8もあります。9、7もありますね。それで、イースの9ですね。うん。和芸もね、少なからず入ってますね。グラビティ・デイズ2。うん。あと、プレイあたりもね、面白いんじゃないですかね。うん。二王もあるんですね。ね。はい。うん。 ま、シェム3あたりもね、嬉しいですよね。ワン、ツー入れて欲しかったと思うんだけどね。うん。なんでワン、ツーが入ってないのかなっていうね。続きものですからね、ストーリーはね。うん。まあ、スターオーシャン、ちょっと5ぐらい入れて欲しかったな、正直な。スターオーシャン、セカンド、サード、ね。うん。まあ、5入れて欲しかったな。5まだやってないので。うん。6が出るらしいですね、スターオーシャンシリーズはね。で、ね、大丈夫なんですかね。5がすごい。 評判悪かったんで、うん。ねワールドオブファイナルファンタジーね。はい。これだけたくさんのゲームが1ヶ月ね、まあ、俺らはね、1ヶ月で入ったんで、ちょっと値下げされて、1万ちょっとでしたね。1万800円ぐらいだったかな。うん、その程度ですね。だから月に換算すると800いくらということでした。はい。月額800円でこれだけのゲームがね、プレイできるっていうのは、やっぱりお得ですよね。 ね、r タイプファイナルツ2が入っててこのゲーム地味に面白そうだなと思って入れたんですけど自転車のゲームですねはいうん桃モモドラとかもねあのインディーのゲームですけど結構面白くてねねうんどうですか魅力感じますかうん1000、まあの奇跡、ね、奇跡シリーズもあるんですねうん あ妖怪ウォッチもね,ね、子供向けかもしれませんけど、妖怪ウォッチってやったことないんで一度やってみたいですね。ねまあ、奇跡シリーズ、日本ファルコムさんはね、力入れていると、東京ザナドゥとかね、ね、アキバズビートとかね、ね、一時期話題になりましたよね。このルートレターはアニメ版ですかね、実写版も出ましたよね。はい。まあ、そんなところですね。うん。どうですか皆さん。 まあそれでちょっとクラシックゲーム見ましょうかね。はい。クラシックゲーム。PSP、PlayStation、1、PS2 ですね。こちらのタイトルは、あのー、プレミアムでないとできません。はい。うん。まあ、このあたりは PS2 ですよね。PS4 って書いてありますけど、PS2 のゲームですね。ジャック・ダックスターね。はい。まあね、今日ですかね。13日かな ?6 月。 ね、あの北米の方でも PS プラスのサービスがあの始動したと思うんで、北米のね、ちょっとあの見てたんですけど、やっぱりタイトルは日本のよりはるかに多いので、はるかに多いってことはないけど、ね、この後、ね、ワイルドアームズとかあるんですけど、確か2とかね、4もあったから、4はないから、2、3があったから、なんか見たらね、結構タイトルが全然全然違うことはないんだけど、タイトルがわずかに北米版の方が多いので。 これからおそらく日本でもねあの、足されていくと思うんですけどね、その辺りは。心配しないでいいと思うんですけど、うん。まあ、この辺り、プレイステーションのゲームと、PSP のゲームはどれですか ?PSP のゲームはこれかな無限回路かなちょっと少ないですよね、正直。うん、これではだから、プレミアムにいきなり入るよりも、エクストラで様子見た方がいいかもしれませんね。俺らも迷ったんですけど。 まあ、わずかね、1年で1000いくらの差だったんで、まあ、思い切って、思い切ってというか、プレミアム入ったんですけど、はい。ね。それで、プレミアムだとね、ゲームトライアルがプレイできます。こちらが、だから、体験版なんで、体験版みたいなもんなんですけど、仕用版って書いてありますね。まあ、ホライゾン、ね、フォービデン、フォービゥンウェストでしたっけ。まあ、5時間ぐらいプレイできるらしいですね。うん。 それでバイオミュータントとかね、ありますよね。まあ、体験版なんですけど、まあ、時間が長くプレイできると。うん、体験版というか、あの製品版を体験できるという、ね、感じですね。はい。ね。まあ、俺らも、フォービドゥンウエストはね、やってみようと思ってますけど、バイオミュータントあたりもね、やりたいですね。うん。うん。まあ、こちらのタイトルは、 まあちょっと見せましょうか、俺らもちょっとよく分かってないので、はい。うんまあ、さっき見せたタイトルと一緒かな、この辺りは。マストプレイ。ね、PS3 見せてませんね。PS3 もねあの、プレミアムでないとできませんね。はい。まあ、この辺でデモンソウルがあるんですけど、PS3 版ですね。もちろん PS5 版もプレイできるので、PS3 版やる方いるのかなと思うんですけど、ね、どうなんですかね。 ねこれ、サイレンでしたっけシ練ンじゃないよね。サイレン。すごい有名ですよね、ホラーゲームで。ね、評価が高いゲームで。うん。まあ、ミンゴル5とかね。<laughs> 結構映像綺麗でしたね。PS3 からやっぱり映像が格段に綺麗になった印象があるんで、うん。PS3 のゲームなら今でも遊べますよね。うん。信長の野望創造は僕は好きですね。お,おすすめですね、このゲーム。あのー、ね。 大使でしたっけ最新作はね。それで、近々ね、あの発売されるらしいですけど、想像はすごい面白かったですね。うん。ねこのあたり麻雀やりたいなと思って、麻雀ドリームクラブやろうかな。ね <laughs> これがなんか有名なゲームですよね。なんか、パンツを撮影する、ね、パンティーを撮影するゲームね。女の子の。ね どうなんですかねちょっとやってみようかな、今度。<laughs> このアトリエシリーズは俺らやったことないんですけど、面白いんですかちょっとね、やっぱ俺らおっさんなんで、アトリエシリーズとかね、まあ可愛いとは思うんですけどね。<laughs> それ、天童ね、信長でも天童ね、インストールしてやってみたんで、インストールじゃないん、ね、で、これ。そうだ、ストリーミングのゲームなんで、はい。インストールするわけではないんですよね。それネットでね、あの、ちょっと、 順番待ちの時があるっていう話を聞いてますね。はい。俺らは順番待ちになったことはないんだけどね。うん。まあ、混み合う時間とかは順番待ちになってるんですかね。はい。うん。まあ、それほどラグもないしね。普通にプレイできるなという印象ですけどね。うん。うん。まあ、この辺りはね、まだラインナップがね、そこまで、ね、シャインズゲートがありますね。 そこまで揃ってないなという印象なんですよね、うん、まあ奇跡シリーズと、白騎士ね、白騎士、これ話題になりましたよね、ね。もうちょっとね、RPG 入れてほしいなという印象なんですよね。RPG はやっぱりね、あの、古いゲームでも楽しめたりするじゃないですか。アクションゲームとかだったら、やっぱりグラフィックが綺れでないと、今の時代楽しめないというところがあるんで、逆に 2D あたりはね、2D のアクションゲームだったら今でも。 楽しめるんですけどね 3D のアクションゲームはやっぱりまあ、PS3 レベルにならないと今では楽しめないかなというところがないですか。まあ、それでねあのストリーミングゲームがプレミアムならできたりするんですよ。これが意外とね便利でねまあやっぱりダウンロードするとなるとね PS5 の容量もね 800GB ぐらいなんでまあ、限度があるじゃないですか。ね一度 アンインストールして、再度インストールしたりする作業がすごいめんどくさいんで、まあやっぱりね、あの、ストリーミングでやれたら便利ですよね。このあたりはだから、プレミアムでないとできないと思いますね。はい。まあただ、できるゲームとできないゲームがあって、ゴーストオブツシマあたりはストリーミングできるんですね。ね。確かこのバスケのゲームできなかったんだよね、ストリーミングね。このあたりがストリーミングでできたらね、便利だなと思うんですけどね。さすがにバスケゲーム、 インストールとかしたらねやっぱりかさばるんでうんちょろっとやりたいなときちょろっとやりたいなっていうときにすごいソーリーミングはね便利ですよねはいうんねバルハラあたりもインストールしてるんですけどまた今度やりたいですねはいだからデモンズソウルとかねまあ個人的な話ねデモンズソウルとかねあのディスクで持ってたんですよ PS プラスに含まれるということを知ってね、売りに行きました。<laughs> ゲオでね、まあ、個人的な話で2500円で売れましたね、はい。ちょっとね、お得に、お得な感じで <laughs>。まだクリアしてないんですけどね。はいうんまあ、こんな感じですかね。はい、ストーリーミングゲームはまあね、あの、 一緒ですよね、ゲームタイトルはね。はい。ちょっと <laughs>、下ってごめんなさいね。なんかね、ややこしいんだよ、このゲーム。このね、ちょっと、ちょっとややこしいですね。もうちょっとわかりやすいね、あの、レイアウトにしてほしいな、っていう。うん。まあ、まあ、次ね、あの、Xbox シリーズ、えー、ごめんなさい。<laughs> Xbox ゲームパスの方をね、紹介したいと思います。はい。Xbox ゲームパスのね、紹介をしていきたいと思います。こちらはね、あのー、PC 版です。 まあそれでですね、あのー、現在ね、3ヶ月かな ?3 ヶ月100円っていうね、セール、セールというんですかね、あのー、サービスを行っているらしいので、まあ、それで入会しました。はい。今までね、何度か入会したことあるんですけど、まあ今、格安なので、3ヶ月100円ってすごいよね。だから本当に思うのが最近ゲーム業界ね、マイクロソフト力入れてるなっていう感じがしてね、 まあ、Xbox シリーズ S もね、あの、日本では在庫が増えてきて、まあ今、マイクロソフトのターンだったりするんですかね、ね。ちょっとソニーさんが、やっぱり日本から離れてきてるっていうのが正直あって、うん、PS5 まだね、欲しい方で、ね、まだ手に入れてない方いると思うんで、その方からしたらもうソニーなんだよっていう、怒りの気持ちさえね、湧いてきても不思議ないと思うんで、ほんと今、マイクロソフトのターン、 になりかけてるのかなという感じがしないでもないですね。はい。それで、オイラーもね、まあ、XBOX 持ってないんで、まあ一応 PC がね、ゲーム、ゲーミング PC で、まあ性能ちょっとオンボロで、あのー、グラボはね、GTX1060 なんで、ちょっと微妙なね、性能なんですけど、さあ見ましたあの、さあマイクロソフトの、ベセスだ、ベスセーだ、どっちだっけ <laughs> ちょっとあまりゲームに詳しくないのであの、スターフィールド見ました。あれびっくりしたよね。 俺らだからもう、スターウォーズとかそんな興味なかったんですけど、最近になってね、あの、宇宙旅行っていうのが、なんか、宇宙人とかとなんか会話しながら宇宙を旅するっていうのにすごい魅力を感じ始めてきてね、あの、スターフィールドはやりたいんで、g t x 一番6 0でできますかできないかな <laughs> となれば XBOX 買うしかないですよね。おそらく、ね、PS5 では出ませんよね。はい。 まあちょっとゲームパスの方を紹介していきましょうか。ね、Xbox シリーズです欲しいなっていう気持ちがあるんですよね。まあ、それで現在インストールしているのがね、Age of Empire 4ですかね。それでマス服フトを入れました。はいこれ古いゲームですけど、まあ、リメイクリマスターですかね。まあ、それでマイクロソフトフライトシミュレーションからこれ。ねはいソリティアコレクションってなんだろうね。俺入れた記憶ないんだけどね。うんまあ、それでオクトパストラベラー。 と、朗読総選記、百英優殿来軸。はい。これ最近出たんですよね。はい。まだやってませんけど。あ、ちょ、ちょろってやったわ。結構グラフィック綺麗ですね。はい。まあ、それちょっと紹介していきましょう。最近追加されたタイトル。ね。あの、忍者外伝あたりが。ね。こうやってく、こうてくまさんが結構力入れてるようで。ね。確か、チャンピオンジョッキーもあったんじゃないかな。XBOX のシリえー、XBOX のコンソール版では、 チャンピオンジョッキーがあった,あったかもしれませんけど、PC 版ではないんですよね。はい PC 版はもちろんチャンピオンジョッキー出てないと思うんで。はいまあ、それでクリケットとかね、こんな日本のゲームでは絶対出ませんからね、クリケットとかもできるんですよね。ファーミングシミュレーターとかね。ジェラシック・ワールド、これエボリューション2やね。2ももうできるんですね。ねはい、すごいな。まあ、それで、えっ、ー、とですね。 ねえ、このあたり EA さんがね、結構力入れていて、まあ、PS5 でもおそらくできると思うんだけど、PS プラスでもね、できるようになると思うんですけど、まあ、Xbox ゲームパス入ったらもう EA プレイも同時にプレイできると。追加力いなしでプレイできるんですよね。はい。で、アンセム。約束された神ゲーでありながら、ずっこけたアンセムとか、バトルフィールドとかね。うん、ありますよね。あの、メジャーリーグのベースボールあるじゃん。雑誌か。 あれはだからコンソール版だけなんだよね。だから PC 版ではできないので、あの雑誌賞はやっぱりね、野球人、元野球人としてはやりたいなっていう思いがあるんだけど、PC 版はないんだよね。うん。まあ、この辺りね、ザクッと紹介していきますけど、どっちが魅力的に映りますかねね。 マイクロソフトの方が、幼芸やりたい方はね、充実してるんじゃないかなと思うんですけど、まあソニーのゲームはね、もちろん PS でしかやれないので、はい、すべてのタイトルをお見せしましょう。うん。エイジオブエンパイアあたりはね、懐かしいですよね。うん、昔の PC 持ってた方はね、やられてたと思うんですけど、オイラー憧れてましたね。よく家電量販店とか行ったらね、エイジオブエンパイア2ですかね、当時人気があって。 よくデモ、デモのさ、あの、並んである PC で、エイジオブエンパイア2が流れてましたよね。覚えてませんなんか <laughs>。すごい印象残ってるんですけど。うん、ねえ、このあたりね。まあ。まあ、洋芸中心ですけどね。まあ、和ーもあったりするので、バンパラね、バンパラ。バンパラ、これはリマスターやね。はい。まあ、ね、PS プラスと同じゲーム。 もうあったりするんですけど、うん。まあ、この辺りちょっとわからないなぁ。あ、デッド・バイ・デイライトとかね、デッド・スペースもあるんですね。はい。ワン・ツー・スリーね。これなんかリメイクが出るんでしたっけデッド・スペースね。うん。ダート・ファイブ。ね。ジス・オナード。この辺りは PS プラスに入ってましたっけね。どうでしたかねドームね、うん。ドラゴン・エイジ。 この辺りはおそらく PS プラスでも、ね、やれるようになると思うんですけどね。まあ、FIFA も、ね、サッカーゲームも入っていて、まあ、フォールアウトを充実してますよね。うん、案外でもフォールアウト4ないのかなあると思うんだけどね,、うん、ね。フットボールマネージャー2022とか、こういうのを意外とね、俺ら好きなんですけど、うん、フォルツはやっぱり強いよね。フォルツは5もできるんで。 フォルタハイ5めっちゃ綺麗ですからね。それだから3ヶ月100円でできるんだよ <laughs>。すごいでしょ。このフォルターはね、すごいですよ。やっぱり、グラフィックは。ほんとびっくりするよ。ちょっと見せれませんかね。このあたりね。これすごいでしょグ。グラフィック。もう、おそらく、あの、グランツーリスム7より綺麗じゃないこっちの方が。思うんだけどね。うん。まあ、どっちが綺麗か。 どう思いますフォルツホライゾン5はね、すごいですよ。うん。まあ、弧を突つけがたいグラフィックですよね。うん。えー、っと、あれ、戻ってしまったな。<laughs> こういうのたまにありますよね。戻るのね。うん。まあ、ギアーズあたりはね、XBOX の、ね、マイクロソフトのゲームなんでね、はい、やったことないんですけどね。うん。 評判高いですね。ヘイローあたりもね。もう XBOX やられてる方ならもうヘイロー大好きっていう方もね、おられるんで。俺ヘイラーもやったことないんでね。あまりシューティングとか戦争ゲームは好きじゃないので。やったことないんですけどね。360持ってたんですけど。ホローナイトとかね。あ、ジャストコーズ4あたりもね、入ってるんですね。うん。この前アメフトのゲームも入ってたりしてね。<laughs> ね、面白いよね。 まあ、アメリカはやっぱりスポーツって言ったらね、ナンバーワンスポーツはアメフトですからね。ね。マスエフプトもね、入ってます。アベンジャーズも入ってるんですね。うん。このフライトシミュレーターがね、結構評判、評判いいのかなどうですかねすごいリアルでね。まあ、つい先日まで遊んでたんですけど。やっぱりね、GTX1060 ではね、ロードがちょっと長いですね。うん。ちょっとやっぱりね、重い。 重いっていうか、ね、PC とか、PC によっては重いタイトルですよね。はい。まあでも、すごいグラフィック綺麗なんでね、景色がすごい綺麗ですよね。はい。まあ昔はね、発売された当初は日本語版がなかったんだけど、今、日本語でね、説明されているのでね、おそらく操作も簡単に覚えられるし、ね、ちょっと前までは日本語版がなかったので、苦戦しましたけどね。<laughs> まあそれ、ニードフォースピードシリーズもね、入ってます。ね、オクトパストラベラーあたりは、ね、PS では出てなかったでしたっけひょっとしたらね、出てなかったっけね。うん。ね、意外と海賊無双、ワンピース海賊無双4が入ってるっていうね。まあゲーム結構充実してるんですよ、意外とね。うん。まあこの後、プレイとかね、まあ、妖芸ですよね。 クエイク。ね影隠れてスカーレットネクサス入っとるからね。<laughs> パンナムだよね。スカーレットネクサス入ってるんで、なんでやねんっていう感じがするんですけど、シムシチィとかね。まあこのあたりのジェダイ・フォールン・オーダーは PS でもありましたがね。うん。まあ野球ゲームもあるんですけど、ね、雑誌を入れてほしいな。雑誌はだから PC 版はないのかな、ひょっとしたらね。 うん。マ、まあ、アウターワールドあたりもね、入ってるんですよね。ねこれ、ヤクザっていう、まあ、がごとくシリーズもね、結構充実してるんですよ。うん。なんかセガさんとね、こうやってくもあたりが力を入れてね、万難も力入れてるのかなどうですかね。Xbox の資金力ってやっぱすごいですから、ね、小島、 先生のね先生、先生っていうか小島さんのね、最新作も Xbox 独占ですし、ねえ、デスランディングすごい面白かったんで、デスランディング2が PS でもおそらく出ると思うんですけど、ねえ、新作がなんか Xbox 独占ということでね、それでスターフィールドを見たらやっぱ Xbox も購入したくなりますね。はい。ね龍がごとく3、4、5、6ね。はい。7もあったと思うんだけど、うん。 ねえ弾丸論破あたりが入ってるんですね。ねえ。ねえドラクエイ11が入ってるんですよ。びっくりでしょ、これ。ドラクエビルダーズ2もやれるんですよ、これ。3ヶ月100円で。ドラゴンボールも入っとるしな。すごいよね、これ。こっちのがやっぱりめ、ねえ、タイトルは充実してる印象なんで、それで3ヶ月100円っていう、なんかセールをやってくるっていう、すごいね、やっぱり。マイクロソフトの資金力というか、やる気を感じるな。うん。 ねえ、リュウ谷ゴトくセブンも入っていて、太鼓の達人入ってくるやんすごいね。まあ、今、ちょっとマイクロソフトすごい力入れてるので、どう思いました ?PS プラスと、新生 PS プラスと Xbox、ゲームパスを比較してみましたけど、皆さんどう思いましたこれからどうなりますかねソニー VS、えっ、ー、と、マイクロソフト VS、ニンテンド、どうなりますかね楽しみですね。ニンテンドはね、我が道を行く、 という感じですけど、この Xbox、VS、PS、ちょっとね、先行きが分かりませんね。読めませんね。日本市場もね、ちょっとソニーさん、頼ますよっていうね、うん、思いませんか、うんまあ。というわけでね、今回ね、これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。